15、三笘薫と伊東純也の後継者って誰もいなくないか。特に伊東な、どっちの意味だよ。ペペローション中井がおるやろ、今何してるか知らんけど、相変わらずレアル株で無双中やぞ。リーガ3部、スペイン3部でスタメンやでようやっとる。二人ともまだ25歳くらいやろ、まだ早い。おい伊東は31だぞ。もう30オーバーなんか？三笘の方が猛根的には言ってそう。三笘は27だぞ。はあ、久保の代わりはいくらでもいるけど伊東や三笘の代わりを見つけるのは難しい。左利き本職右ウィングは世界でも枯渇してるんだが、それな久保の代わりなんかサラーや坂くらいしかいないのにな。それを日本で用意すると旗手までグレードが下がる。しかも日本のサッカーにもフィットしまくってるからな。世界的には三笘の方が需要はあるぞ。今三笘を止めるのは至難の業だわ。バーレーン相手にドリブル成功率0、地上デュエル0勝4敗のうなどりロスと地蔵はいらね。1試合で評価とかどんだけ視野狭いんだよ。プレミア3試合見てから戻ってこい。伊東は久保とセットという条件付きなら同案。逆に堂安は久保とセットじゃなきゃ輝かないんだ。三笘はプレイエリア狭すぎるわ。中でボールもらっても基本何もできないし、カットインシュートの精度低い。三笘はちゃんとアシストしてますよ。ブラジルですらネイマールの後継者に苦労してるのにそう簡単に見つかるもんじゃねえ。三笘はまだ6年くらいは大丈夫だろうけど伊東はそろそろまずい。スピードタイプどっちも代わりはいないだろ。ウィンガーってだけなら中村敬斗と久保だろうけど、そもそもここで相手抜けるスピードタイプのウィンガー自体が世界的に絶滅危惧種だしな。三笘と伊東にもアンチおるんやな。マジで誰なら納得するんだよ。今回紹介した記事や引用した内容については概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。